はい、土屋パフォーマンスです。今日は、ボンドボディに来てます。なんかボンドボディの高橋さんが、かっこいいゲレンデができたっていうんで、ちょっとそれを見に来ました。で、ちょっとボンドボディから説明させていただくと、ボンドボディはボンドグループの中にある、エアロパーツの取り付けだったり、あとは自己修理なんか、板金塗装をお任せの、職人さんたちの、集団の部署になりますね。で、ちょっともう完全に閉店してるんですけど、これからちょっと中で、車を見ていきたいと思います。それじゃあちょっと早速行ってみましょう。誰もいない。高橋さん。はいはい。お疲れ様です。お疲れ様です。はい、こちらボンドボディの高橋さんになります。ボンドボディ高橋です。ちょっと今日、車を紹介させて、こちらのゲレンデバーゲンになります。これですね。これです。いやー、これあれですか、なんか限定車。これあれですよね、 W463 の最後の限定車ですよね。そうです、最後の限定車です。最後の限定車、最後の強調しますよ。はい。いや、いいっすね。これあれですか、マットはこれ純正色ですよね。純正色ですね。ですよね。デジーノマグのプラチナムマットになります。うわー、なんかめちゃめちゃ覚えづらい。やっと覚えました。マジですか。で、今回これはどんな作業をされたんですか。今回はですね、はい、オーバーフェンダー。オーバーフェンダー、この部分ですね。ヘッドライトカバー。ヘッドライトのカバーとグリルですね。ベンツの純正のオプシディアンブラックで塗装します。おお、なるほど、そういうことですね。はい。とあと、はい、真ん中のスモーク、はい、メッキパーツ。あ、ちょっとなんか、はい、色味がちょっと黒っぽく、なんかはい、ブラックロンみたいになってますよね。そうです、はい、これもボンドボディ得意のスモークペイントをしてます。これめっちゃかっこいいですね。かっこいいですよね。綺麗ですよね。引き締まってますよね。はい。これはあれですか、ヘリテージエディションとかプロフェッショナルをちょっとイメージした感じですね。プロフェッショナルをイメージしたんですけど、はい、あえてグロスで。ああ、なるほど、はい、じゃあどっちかというとヘリテージとか、はい、あとはエディションゼブラにちょっと近いような。そうですね、塗り分けですよ、はい、でもその辺ってグリルとかってこう塗ってないんで。そうですよね、はい、そうですね。だからあえてちょっとグリルを塗って、はい、ツートンカラーで。そうですね、ちょっとオフっぽくってかっこいいですよね、はい、で、あとはどんな作業をされたんですか。あとはキャリパーペイントと、はい、純正のローターにスリットを入れてます。なるほど、はい、これロゴもそのまま生かした感じですか。これ新たに、ロゴは新たに白ロゴでメルセデスベンツのメルセデスベンツロゴを入れてあります。うわ、いいですね。で、ローターもスリットローターになってるんですね。はい、純正を加工してスリットにしてあります、はい、あ、そうなんですね。車外のじゃあスリットのローターじゃなくて、はい、純正を一回外してスリット加工に、はい、そうです。じゃあもうクオリティとか、はいはい、パッドもマーベラスにしてあります、ね、ホイールの汚れないやつですね。そうです。で、これホイールはなんか純正っていうか、もともと履いてた感がなんかちょっとないんですけど。ベンツ純正の、16インチを履いてます。あえてこうインチダウンして。そうです、インチダウンして。これ色はもともとこの色はもともとマットですね。ああ、なるほど、はい、インチダウンして BF グッドリッチのオールテレンですかね。はい、オルテレンですね。そうです、そうです。まあ、4駆っぽいその外観に合わせて、はい、まあ、オフロード系のタイヤで。そうですね、はい、で、あとはマフラーですかね。あとマフラーですね。これ変わってますよね、はい、純正じゃないですよね。これは 4x4 の本国仕様のマフラーになってます、はい、これ AMG のあの本国のマフラーとは違うんですか。違いますね、AMG G550 と同じパイ数ということで、はい、4x4 の本国のマフラーをチョイスしました。ああ、なるほど、そういうことです、はい、そのままポン付けで。ポン付けですね、はい、できてる感じです、はい、で、あとは、まあ、全体的になんかちょっと質感が、まあ、マットなんですけど。わかります、はい、なんかちょっと違うなと思ったんですけど、はい、プロテクションフィルム、ステルスフィルムをマットのボディカラーにそのままマットのプロテクションフィルムを全部貼ってあります。ステルスフィルムってあれですよね、こうツヤありのボディに貼るとこう艶消しに見えるフィルムですよね。そうです、はい、それを艶消しの車にその艶消しになるフィルムを貼ってるってことですか、はい、そうするとじゃあ傷とかそれを防止してその全体的に質感を変えない。そうですね、変えずに。ああ、はい、なるほど、これ貼ってあるんですね。そうですね、全部貼ってあります。うわー、っていうかどこ貼ってあるかわかんないですねこれ。ああ、まあ確かにちょっとよく見るとこう縁のところに切れ目があったりだとか。うわ、これ B ピラーとかも全部貼ってあるんですね。 B ピラーも貼ってあります、ね、はい、うわー、めちゃめちゃ手が込んでます、ね、そういうこともボディでできるんですね、はい、はい、
でもちろん後ろも貼ってある感じですか。じゃあ後ろも貼ってありますね。わ、後ろタイヤむき出しなんですねこれ。はい、あえて背面カバー外してます。ああなるほど、はい、この辺もオフロード感を演出する。はい、でこの背面のタイヤもちゃんとグッドリッチの、そうですね、はいはい、タイヤに変えてですね、はい、わこれめちゃめちゃこうパッと見純正っぽいですけどかなり手が入ってますよね。はい、あと僕個人的な質問なんですけど、はい、こうマットの車って最近割と流行りじゃないですか。はいはい、艶消しのブラックとか、はい、あの辺とかって塗ったりとかってできるんですか。もちろんやってます。例えばそのパーツ同じ色のマットに塗ってくれとか、はい、もし万が一例えば車ぶつけちゃった時に、はい、その同じ質感で塗ったりとかっていうのもできるんですか。はい、あのゲレンデバージョンですと、はい、フェンダーミラーのスムージングですとか。ああなるほどなるほど、まあ、背面回復とか、はい、あれこれってスムージングされてます、もしかして。してないです。こちらは、はい、外してカバー、あ、右ハンドルだか、こっちか、あ、右じゃないです、左ハンドルだ、こっち。あ、なるほど、このカバーも、はい、マットのに釣りのお客様も多いんで、はいはいはい、マットももちろん右に外してスムージングして。あ、なるほど。じゃあ今回はこれたまたまカバーでこう、そうですね、ミラーレスにしてるけど、はい、これをスムージングして真っ平らにすることもできるんですか。もちろん可能です。すげえっすね。はい、何でもやります。なるほど。で最初の話にちょっと戻っちゃうんですけど、このフェンダーもただのグロスブラックじゃなくて、何でしたっけ、はい、オフシディアンブラックです、ね、のちょっとメタリックが入ってる、はい、そうですね、その辺もちょっとこだわりの、はい、こだわりでグロスブラックではなくて、はい、はい、なるほど、純正のオフシディアンブラック。その辺もじゃあ直接こう高橋さんに言えば細かい打ち合わせをしてやることができるということですね。はい、これ今気づいたんですけど、ミラーももしかしてこれ塗ってます。ミラーもそうです、はい、うわ、ミラーとかってこれ分解して全部やるんですか。分解します。なんでこの内側とかも全部ですよね。全部そうですね、レンズからバラしていって車体から外してカバーのみでペイントしてます。今更ですけど職人ですね、はい、今回お客様がもともとついてたパーツをそのまま残しておきたいということで、はいはい、ペイントしたパーツは全部交換して。あ、そうなんですね。じゃあ新品用意して、はい、新品を全部ペイントして組み付けっていうことをしたんですね。わあ、まあそういうことも全部できますよってことですよね、はい、なるほど。でもちろんついてる状態から外して塗装っていうのも、はい、はい、もちろん、なるほど、はい、でもその辺は相談次第 で、ね、もう何でもできちゃうってことですね、はい、なるほど。で特に今回まあボンドボディなんで、まあ、内装の作業っていうのはされてないんですよね。してないですね、はい、ただまあ限定車なんで、はい、まあ、ステッチがこの白いステッチが入ってたりかなり豪華な、はいはい、この外側のこのなんかオフロードっぽい感じとこの高級な内装がちょっといいですね。ギャップが、ギャップがありますよね、はいはい、あ、 あとこれついてますね、このドリンクホルダー専用のやつですよね。そうです、はい、これボンドボディに入ってくるゲレンデでも装着率高いですか。高いですね、はい、ほぼついてます。ほぼついてます。やっぱりこうドリンクホルダーとかないですからね、ゲレンデの場合。あと、はい、アクセルペダル、あ、アクセルペダルスペーサーもついてるんですね、はい、とドア、あのポケット、はい、なんていうんでしたっけ、あ、ストレージ、ストレージ確かですよね、ストレージボックス。あ、なるほど。じゃあその辺も細かいところもいろいろ、はい、はい、使いやすくなってるんですね、はい、まあ、さすが、さすがっていうか、まあ、その辺はゲレンデを知り尽くしたボンドボディープロデュースだけあって、はい、いろいろ使い勝手もよく見た目も良くなってるわけですね。そうです、なるほど、はい、はい、というわけで今日は、閉店後のボンドボディにお邪魔して、かっこいい W463、G クラスですねを紹介させていただきました。でボンドボディで、ご相談いただければかなり細かく打ち合わせして、もう本当にオーナー様の、理想の車が作れると思います。でもちろんボンドグループ各店でも、ご相談いただければ、板金塗装ペイントなんかの、はい、作業はすべてボンドボディになりますので、ぜひぜひご相談ください。で、あとこちらの463はこれからまだいろいろ進化していく、はい、進化は止まります。カビカビですね、はい、進化していく予定みたいな、よ、進化、ちょっと待って、もう2人でカビカビ、進化していくみたいなんで、まあ、ちょっと、まあ、機会があればまた動画にさせていただけたらと思います、はい、よろしくお願いします。この動画がいいと思ったら高評価とチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。